行天に遥拝所に立ちて球場皇太神宮を遥拝し、遥かなる華僑の父母に朝のご挨拶をなす。新人は通説を筑後本文とすべし、続いてご勅意を声高らかに報読すれば、新規富に爽やか、軍人精神悠然と身内にたぎり起こるを覚ゆ。我は過去の一切を拭い去り、将来皇軍の中堅となるべき将校生徒として新たにこの聖地に誕生したり、私は流行が間もないことであるが、この予科士官学校とはどういう学校と思うか。先はい、余裕無比な大食い将校となるための学校であります。よし、あなた、はい、行け。AI の生き目と作る皇軍の警官を養成する学校であります。よし、他にないか。それも間違ってはおらん。さあ、陸軍予科士官学校とは日のことを教える学校である。わかるか。死ぬことを教える、中隊長殿の配布をえぐるお言葉はいつに、大君の見舞いに追悔問わず、生死なお辞せず、悠久の大義に行くべきを諭されし者と言うべき、献身奉公の決意、いよいよ新たなるものあり。秀麗富士を望む大武蔵野のただ中、工房百数十万坪にわたる広大なる大地の上に、我が陸軍予科士官学校は立つ。大気は済み、世の俗人より離れたるこの聖地には、将来大陸軍の柱となるべき俊才が全国よりより集い、これら若き気迫と英知とが醸し出す
高き雰囲気の中に今我はあり、果たしてこれら優れたる戦友たちにごして行きうるや否や、否我はただまっしぐらに進むべきなり、まず弱き己が心を征服せざるべからず。取締生徒平山の引きぶりや動作はひときわたって鮮やかなり、彼にはすでに将校たるの風格芽生えたるを感ず、移しもって反とすべき点少なからず。不動の姿勢は軍人基本の姿勢なり、心鏡のごとく進み軍人精神充実しおれば、姿勢おのずから厳粛端正となると教えられたり。大島、気が下がったな。はい。我が心に乱れなきや。数千の将校生徒は幾多の中隊に分かれ、中隊はさらに数個の区隊に分かれて、区隊長殿が各受け持ち区隊の訓育に任ぜらる。事故の火を包み、事故を飾らんとする俗悪な心を洗い去る、自主的収容に自己報告なるものがある。一切の指針を投げ打って副隊長の前に、その日に犯した過失や上官より受けた注意を正直に報告する。入校当初はこのことがなかなか苦痛に感じられたるも、最近に至ってようやく率直になるを得たり。入ってよかろうか。よし。役棒をかぶれ。
我が固ゆるところ、恥ずるところをさらけ出し、大空のごとく心晴るるを覚ゆ。自己報告の苦痛を征服した後の言い表せぬ深い喜び、真に正直のありがたみを体得したりと言わん。いつしか我は要配所の上にありき。夕食後、各個に、あるいは各中隊ごとに、号令調整、文化演習を行う。到着！ファイヤー！バーッ！ドリームゲームよ！Yes!